はい、ごきげんよう、みつけまです。今日もライブアライブやっていきたいと思います。前回、勇者、元勇者のアッシュとストレイボーが離脱っていうのか、アッシュは死んじゃったんだよね。で、ストレイボーははぐれちゃってもう会えなそうだったので、2人で脱出してきたって感じになります。で、そしたらどこ向かっていけばいいんだ。特に目的が今のところないので、ちょっと右下のマップ見ながら移動したいと思います。あ、なんかここか、お城の中だね。王様に会いに行けばいいのかな。みんな、ただいま。ハッシュ様、もしや魔王に。そうなんですよ。てか、なんでみんなハッシュ仲間になってるの知ってんの。なんで知ってるん。オルステッド様、お友達はどうしちゃったの。ごめん、はぐれてしまったのだ。え、なんでみんなさ、仲間になったの知ってるんだろう。ここ一回も帰ってきてないんだけどな。おかしいな。みんなこのことしか言わない。ハッシュ様がいなくなってしまったのだよ。よし、王様んとこまで来た。すまん。勇者ハッシュ死んじゃったよ。カクカクしかじか。そうか、勇者ハッシュもストレイボー。ストレイボーに関してはわからない、死んでるかは。しかし、真の魔王は一体どこに。いや、最悪、アリシアはすでに。何のために姫をさらうのかがわからんのやけど。取り乱してすまん。そなたらも左の部屋で休んでくれ。わかった。左の部屋？こっちか。いや、なんかさ、その子孫繁栄のために姫をさらっているのだとしたら、姫はまだ生きてると思うよ。けど、なんか別にそういう意味もなく、ただ殺している、なんか王様、姫を殺したいみたいな、そういう人たちだったら死んでるかもしれない。どっちなんだろう。まあ、でも姫をわざわざさらうってことは、やっぱ子孫繁栄のためなんじゃないのかな。やっぱ生きてるんじゃない。あ、生きてるじゃん。来ないで。よ、何のためにさらったんだ。え、いるじゃん、ストレイボー。なんで？どうやって来たの？めちゃめちゃいるじゃん。生き量的な？いるけど。追いかけろ、追いかけろ。よしよしよし。お、ジジ起きろ。足、足を許してくれ。連れてきたの、ちょっと気にしてんのかな？病気だったの知らなかったとはいえ。だって、ねえ、連れてきたからね。臆病者がとか言って。あ、え？いるが、魔王。え？いるんだけど。え？戦闘なんですけど。魔王。え、めっちゃ静か。なに、これは魔王なのかな？リリ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 、えい。めっちゃ静かなんだけど、なんで？あ、弱。どういうこと？これ夢？え？弱。何が起きてんだ、これ。やばい、わいは王様殺しをしてしまったかもしれん。やばいやばいやばい、逃げろ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 。見つかった。
陛下ちゃうねん、ちゃうねん、聞いて聞いて、聞いて、聞いて、ちゃうねん、皆の者、出会え、出会え、どうしよう、どうされました、ちゃうねん、え、王様死んでもうたん、陛下、そなたが陛下を、ちゃうねん、聞いてやなあ、なんということ。誰も聞いてくれない。もしや、勇者ハッシュも、ストレイボーも。ちゃうねん。みな、そなたが、なんてこと言うの、ま、魔王。ちゃう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 。え、おい、エマちゃんが魔王っていうこと、魔王だ、わいが魔王だったんか、貴様は魔王だ、みんなのために頑張ってきたのに、何事じゃ、ちゃうねん、聞いてや、じいさん、じいさんなら信じてくれる、やつも魔王山から生きて帰ってきた、では貴様も魔王を手に、な、何、ちゃうねん、やめてや、じいさんは関係ないやろ、いかん、歯向かってはならん、え、でもさ、黙れ、聞いてくれないじゃん、わしなら心配いらん、てか王様が生きてるかどうかもわからないんだから、早く王様の手当てをしてくださいよ、逃げるのだ、え、そんな、正体を現したら、バカ者、早く行かぬか、え、じいさん、え、王様、死んじゃったのこれ、確かに本物のルクレチア王だ、死んでるのこれね、まだ間に合うかもしれないじゃん、おい、話せよ、話せよ、おい、バカ者、あ、すいません、ねえ、ちょっと、ねえ、聞いてよ、ちゃんとさ、我々、頑張ったんだよ、ねえ。あ、命ばかりを、助けろ。じゃ、話聞かねえな、こいつら、誰も。じゃ、逃げるしかない。じいさんが、捕まってしまったん？これ。わしはどうすることもできんのか？どうしよう、やばい、追われる身になってしまった、あんなにみんなに勇者様って言われたのに、何やら騒がしかったようですが、あ、何にもないです、一体何が、何もないです、離れろ、そいつは陛下を殺した魔王だ、違うんです、急いで城下にも死なせるのだ、わあ、どうしよう、なんでこんなことになってもたん、魔王、みんなどうして、あんなに慕ってくれたじゃないか、悲しい、なんでそんな仕打ちをするんですか、悲しいな、俺どうしてだよ、捕まった、このルクレシアから出ていけ、言われなくても出てくよ、バカ、
人になっちゃった。今思えばずっと誰かと一緒に冒険してたな。一人になったのは初めてなのではないだろうか。私はどこに向かえばいいんでしょうか。とりあえずなんか村来たけど、かくまってくれたりしてんのか。あー、みんな。あ、聞いてよ。嘘だよね。王様を殺したなんて。殺してないんです。いけません。近寄っちゃう。こいつは勇者じゃない。魔王なんだぞ。もう聞いてよ。出てってくれ。嘘だよね。近寄らないで。仲間がいない。一人になってもうた。村の人たちも味方になってくれない。どうしたらいいんだろう。じいさんを助けに行けばいいのかな。ちょっと今からじいさんを助けに行きたいと思います。お城に忍び込むみたいな、そういう感じなのかな。ちょっと行ってみたいと思います。ほら、じじいを取り戻しに来たぞ。おのれ、証拠にもなく。おとなしくしろ。魔王を捕らえ公開処刑せよと命が出ている。何？やばい、捕まってしまった。そんな堂々と行くと思わなかったぞ、正面から。ここにでもじいさんいるんじゃない？一緒に脱獄しよう。処刑は明朝だ。明日ね。最後の夜を悔いて過ごすんだな。めっちゃ急に処刑になっちゃなってしまったな。だって今夜じゃん。やっぱ時間がないぞ。とにかく脱出しよう。どうにかして。なんかあるかな。あ、じいさんいた。誰じゃ。俺俺。エマちゃんエマちゃん。エマちゃんとオルステッドが捕まってきた。断じて違う。わしらは魔王などでは。じいさんベッドで寝な。せめてご老体なんだから。うん。お主。そう、エマちゃんもいます。バカな、なぜ戻ってきた。じいさんと一緒に帰るのだ。拷問にかけられたよ。え、お主が魔王なのかとな。なんでそんなむごいことができるの。ひどいもんじゃな。ハッシュの人間嫌いがわかる気もする。じゃがな、わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃからわしは命を懸けても魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。魔王じゃないしな。じゃが、お前はそれではいかん。お前はまだ若い。ハッシュやわしが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。え、なに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 。え、開いた。じいさん、これ使えばよかったのに。行くのじゃ。じいさんはどうしたらいいの。お前にはまだなすべきことが。
信じる者がいるではないか。じいさん。とおっしゃいましたね、はい、とても勇敢な戦いぶりでした。喜んで姫との出会いだね。あなたの妃となりましょう。とっても素敵な宴でしたね。父上ははしゃぎすぎのようでしたけど、父上も嬉しいのです。あなたのような世継ぎができて。もちろん私もです。姫というのはやめてください。今は私とあなただけ。これからは父上よりも、いいえ、誰よりも。どこにいんのこれ、マジ魔王城だよね。でも姫が信じてるから。そうじゃ、頑張って脱出しないと。今一度魔王山へ、ハッシュの死んだあの場所へ。もう一回行くんだ。じいさん、ちょっとちょっと開けて開けて。誰か誰か死んじゃったの？じいさん。え、どうしよう。じいさんがさ、じいさん、じいさまが。鍵。逃げたぞ！魔王が仲間の口を封じ、逃げたぞ！なんでみんなそういう解釈ができるの？逆にすごくないな。ネガティブの極み。いいもんゲット。おのれ魔王め。違うもん。違うけど、お前らがかかってくるならこっちだって容赦はせんのやぞ。こっちがその気ならな、こっちだって戦うんだよ。いやいや、勇者様。え？なんだこいつ。私には分かっておりましたぞ。あなたは魔王などではないと。そうそうだ。このルクレチアは。あなたがお納めください。あ、やった、王様になった。私もあなたの片腕としてお使いしますと。エーマちゃん王様。どけなよ、どけよ。おう。エーマちゃん王様になったんだけど。あなたどいて。エーマちゃん王様になったから、みんなよろしくな。よし、これで全員、とりあえず城にいた兵士は倒した。町の人は倒せないみたいです。許してやろう、見逃してやろう。あと多分門番だけかな。お前ら倒したら終わりだ。よし、これで倒した。全員倒してやったぜ。これでもう魔王山に向かうって感じなのかな。レベル上げた方がいいよね。だって今までさ、一人じゃなくてみんなと戦ってたから、今度一人だからね、ちょっとレベル上げたいと思います。よし、魔王城着いたー。え、これ入れんのかな？あ、でもあの剣があるから入れるのか？あ、開いてる。なんで？行きます。開いてるじゃん。え、なんか可愛いの出てきた。なにこれ、なんか可愛いの出てきた。え、なに、ラムちゃんみたいに出てきた。
扉入ります。来たイベント誰え、かわいい。なにこの服めっちゃかわいいじゃん。なに、よいしょ、ジャンプショット、手いっぱいでかわいいんだけど。外す。なに、うー、やばそう。いて、あ、意外と意外とそうでもない。よいしょ、自信しかしてこん、遠いのか、よい、自信しかしないんだけど。やばい、回復できないのかしら、私回復できないんですかね。はないですね。頑張りましょう。え、めっちゃミスるんだけど、なんで死んじゃうよ。もう死ぬが、待って、やばい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 、治り草、あんま回復せん。もう一回治り草、強いんですけど。なんでこんな外すの。当てろ、よしよし、やばい、これいけるか、もう一発当てろ。オッケー、ナイス、危ねえ、死んだかと思った。ギリギリだな。回復技ないの、振動。ナイス。ヘキサフランジ。よし、進むか。ここもまたボスとかいるのかな。一回セーブしとくか。強いんだよな。なんかオルステッドがさ、回復できないからさ。誰かが話しかけてくる。なんか可愛いんだけど、ここのボスたち。何が効くんですか？あ、これいいんじゃない？ほら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 。ウィークでこれ？嘘やん。ウィークで威力大でそれなの？やばすぎません？ちょっと勝てー、地形来ないで。よし。あ、何ですか？回復ですか？吸引って回復しやがった。え、どうしよう。回復されるな、こいつ。あんま近づきたくないんだけど。よいしょ。よし。
何、暗黒球体。いた。なんかめっちゃだるい攻撃してこないこいつ。もうちょい、もうちょいだな、もうちょいだから、あ、これ、これでいこう。オッケー、ナイス。いいよ、今回はアイテム使わなかった。強くなった、めっちゃ経験値もらえる。何なんだ、誰が話しかけてるんだ。でもなんか声的にはさ、ストレイボーが話しかけてるように聞こえる。なんか声質的には。ここもボスかな。あ、ここがボスだ。また回復、回復じゃない、セーブして、またボスだ。さすがは勇者。え、なんかさ、やっぱストレイボーの声っぽくない？なんかわかんない、なんか違うかな、声質が似てる気がする。いっぱい出てきた。あの奥のやつを倒さないといけないのかな。風が、風は効くのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほら、あの奥のやつを倒したいから。あ、やばいかもしんない。パリーンか。しまった。あ、パリーンだな。あ、当たってないですね、残念でした。これ、これで OK じゃない。あ、これパリンするかな。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。あ、これで終わりじゃないですか、ここは。え、硬っ。なんで、さっきいけたじゃん、半分いったじゃん。さっき、やばい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 、痛い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 。どうしようどうしよう、考えろ。あいつに、あいつにもう当ててしまいたい、当ててしまいたい。一個下がり、一個下がってからのジャンプショット、当たる？ジャンプショット当たんねえな。どいてくれー、どいてくれー。ジャンプショット当たんねえの、ここ。当たれよ。ちょっと一回こいつをどうにかしないとやばい。ので、パリンして、あ、パリンならないのこれ。何？どうしたらパリンになるんだ？あ、これ、これでいけんじゃない？これでパリンだろうか。オッケー。パリンした。やばい、死んだかもしんない。死んだんじゃないの？あぶねえ。あぶねえ。マジ死んだかと思った、今。煽り草。もうちょい回復しないかな、これ。めっちゃわがままなこと言うけど。どうしよっかな。これ邪魔なんだよな。これで。あ、どっか行かなかった。これもう一発でこういった左下のやつを切るんですか。 OK、 こいつは危険だからハンマーパワーをしておく。 OK、 OK、 これで、これでジャンプショットが当たる。 OK、 ナイス。本体は今倒したやつで、この周りの可愛い子ちゃんは器ってことなの？ラジコンみたいな感じなのかな？
よし、ナイス。ここはさすがになんかボスいるだろう。死ぬなよ。まだまだ。これは、なんかでも最初にあの魔王偽物と戦った時とは声が違う気がする。かわいい、なに？ナメクジのお化け？めっちゃかわいいじゃん、こいつ。何が耐性なんだ？風も耐性なのか。そうか。え、やばい、ささやかれてる。魅了される。あー、大丈夫です。よいしょ、勝てー。マジ？ずっとささやかれる。レジストでこの威力えぐいな。どうしましょう、どうしましょう。風は効かないから、ダメ。何？クソが。めっちゃささやいてくる。やばいな。後ろ向いといてくれ。よいしょ。これでいいんじゃん。これで後ろを向かして、あ、これいけたいけた。はめきたはめきた。パターン入りました。あ、これが成功法か。来た。これで終わりだ。ほら。ナイス。めちゃめちゃ可愛いじゃん。スライムなのか、ナメクジなのかな。みんななんかここにいた子たちなんとかフォビアって名前だったけど、兄弟みたいな感じかな。ここボスの間だよね。ってことはもうさすがにここの先にボスがいると思うので、今回はここで終わろう。よし、セーブして、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。